久保さん。おはようございます。今回仮想通貨はやらない。仮想通貨はやらないにしようかな。仮想通貨をやらない。仮想通貨を買わない理由か。仮想通貨を買わない理由にしましょう。まあね、仮想通貨、もう7年、ね、ビットコインが10万円ぐらいで買える、何年前ぐらいでしたっけ まあ結構ね、その時から結構情報出回ってましたけど。で、いろいろありましたね。仮想、ビットコインって今いくらなんだろうまああの時買っとけば足らればですよね。ビットコイン。10万円の時ね、ビットコイン。ビットコイン今700万ぐらいですか ?700 万かすげえな。<laughs> ビットコイン700万かすごいな 10万円で買えた時もまあまあ遅いという感じだったと思うんですけどね。今、1ビット700万か。すげえな。すごいですよね、これね。だって一番さ、本当に今15、6年前はあれですよね。1円とかでしょうね、多分。すごいですよね。うん、まあ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 。 あの、送り物になられた方もいらっしゃいますけど、まあ僕はその恩恵をね、1ミリも受けられないんですよね、買わないから。うん、でもその分、買わないからこそ、あの、マイナスもゼロと。マイナスもゼロ、プラスもゼロってことですね。まあ、あの、ニュースとかね、あの、なんかその情報はいいとこだけが結構出てますけども、まあ、 あビットコインで破滅した人も、まあ、ビットコインというか仮想通貨ですね。仮想通貨で破滅した人もいるでしょうね。うん。そう。まあ僕は破滅はしなかった。生き残ってるってこと。ただ僕が得たものはその代わりスキルは向上してますね。で、そもそもなんで僕が仮想通貨とかそれに手を出さないのかっていうと、まあ単純に自分で稼ぐスキルがあるからなんですよね。しかも利益率100%の。 利益率100%での、あの、利益を出すスキ,スキルがあって、仮想通貨はあんま出さないですよ。だって失う可能性があるんだもん。でも失わないですね。あの、コンテンツビジネスは。はい、まあ、久保さんも前々回からなんか言ってましたけど、別に売れなかったとしてもスキルアップするんで、失うものないんですよね。スキルアップどんどんしていくるので、売れなくても。そう。 なまあ僕が一番信じてるのは己のスキルですね。うん、市場の価値とかじゃなくて、し、あのー、ね、このコインが上がるとかね、あれが上がるとか、これが買い時だとかね、いろいろ市場では言われるんですけど、やっぱ己のスキル、己の価値を上げるっていうのに鉄則した方が、まあ間違いないですし、ことネットビジネス、情報ビジネスに関しては全部ほぼ0円でできますから、こう利益上がるしかないじゃないですか。 0円できるんですよ。<laughs> ね、ありがたいですね。ありがたい。はい。いってらっしゃい。